マチコ。あなた、ここはどこなの？わからない。何も覚えてないんだ。え、あなたも？じゃあマチコも？いらっしゃいませ。クイーンデキムへようこそ。遺跡を閉じて個性を磨け軽快なヤムなんだよまた一つ消去頭からケツまでそれが我がエンタメだまだ信じないさ日も解いたしまして、バーテンダーのデキムと申します。どうも。さて、早速で恐縮ですが、少し質問をさせていただきます。ここに来た時のことを覚えていらっしゃいますか？いや、覚えてないんだ。確か、新婚旅行中だった気がするんだが。そうだわ。私もそこまでは覚えてる。結構です。ありがとうございます。それより君、ここはどこなんだ？これより、この状況をご説明させていただきます。ご清聴のほど、よろしくお願いいたします。一つ、まずここがどこなのかという問いにはお答えできません。二つ、これより、お二人にはゲームをしていただきます。は？ゲーム？三つ、ゲームの内容はルーレットで決めていただきます。4つ、ゲームは命を懸けて行っていただきます。ちょっと待ってくれ。5つ、そしてゲームが終わるまで当店から出ることはできません。はあ？マチコ、相手にするな。行こう。はい。かわいそうに気が触れてる。あれ、こっちはトイレだわ。くそ。出口はどこだ？ゲーム後でないと当店から出ることはできません。ゲームなどしないと言ったら？あまりお勧めしませんが。なんだ？あなた、これ。なんだこれは。まさか死体？私から申し上げられるのは、命を懸けてゲームをしていただきたいということだけでございます。何なんだこいつは。このボタンを押していただければルーレットが始まり、ゲームが決まります。あなた、ここは彼の言うことを聞こう。下手に逆らったら何されるか分かったもんじゃない。そうね。
ルールは単純です。交互に手持ちのダーツを投げていき、先に持ち点をゼロにする、もしくは手元のダーツがなくなった時点での点数がゼロに近い方が勝者となります。ダーツは全部で7本、下のスローラインから出ないように投げてください。外側はダブルで、内側がトリプルリングです。シングルのブルは25点、ダブルは50点です。的には体の部位が表記されており、そして神経と連動しています。なんだあれは、連動だって？はい、ダーツが刺されば痛みを感じます。なんだと？得点が高いところほど痛みも強くなります。そんな、私…落ち着いて。そんなの嘘に決まってる。とりあえず言うことを聞くふりをしよう。でも…もしもの時は、私が何とかする。あなた…それでは、ゲームを始めましょう。連動だなんて、そんなことできるはずがない。マジか！そんなバカな！でも勘違いかも。少し痛みが走っただけ。もう痛くないわ。ありがとう、大丈夫よ。しかし…あなた落ち着いて。今度は私がやってみるから。私は医者なんだ。手術の後はない。私たちに何をしたんだ？特には何も。ならこの痛みは何だ？初めから命を懸けてとお伝えしたはずです。痛みから逃れたいなら的に当てなければいいのです。何？全てのダーツを外せばすぐにゲームは終了となります。そうか、それでいいのか。ただし勝者はマチコ様になりますが。負ける？あなたどうなったの？タカシさん？ん？ああ、ゲームは続けるしかないようだ。でもすごくいいことを聞いたよ。ハズレに打ち続ければいいんだ。そしたらすぐに終わる。それでいいの？ああ。でもそしたらあなたが負けてしまうわ。マチコが気にすることじゃない。そうだ、勝ち負けなんてどうでもいい。私にはマチコがいる。どうしたの？あなたの番よ。そうだった、すまん。シューター！すまない、マジコ！手元が狂ってしまった。大丈夫よ、よりによってダブルに。わざとじゃないわ、本当よ。
ごめんなさい、あなた、ごめんなさい。あなた、許して、やめてください。せめて、どうか、お腹だけは当てないで。あなたの子が…何？本当か？そういえば、最近体調が…何週目なんだ？10週目よ。なぜ黙ってた？旅行中にサプライズする予定だったの。まだ誰にも言ってないのよ。一番に知らせたかったから。そうか、ありがとう、マチコ。激しい動きは控えないと。はい、ごめんなさい。ついに私も父親か。わざとじゃない。嘘よ。この子に何かあったらどうするの？何よ。私としたことがこんな大事なことを忘れるとは。一体何よ。自分の胸に聞いてみろ。いい式だったね。しかし本当、マッチも勝ち組だね。本当本当。マッチ。でもマチ子のことは昔から容量良かったもんね。旦那さん、また医者だってよ。え？マジ羨ましいわ。本命はイケメンだしね。声が丸聞こえだったよ。下品な友達を持ったな。何よそれ。まさか結婚式当日に妻の浮気を知らされるとはね。そんなの知らない。しかし、あの場で式を中断することなんてできなかった。聞かなかったことにしようと何度も思った。違う、違うのよ。私は君のことを愛していたのに。私だって。あなた誤解してるわ。嘘をつくんじゃない。嘘じゃないわ、本当よ。もう終わりだな。なあ君。何でしょうか。まだ黙っているルールがあるんじゃないか。それはあなたのじゃない。その通り。でもルール説明の時に的の指定はしていない。そうだろう。おっしゃる通り、的に当てさえすれば得点されます。これは花から奪い合いが前提の勝負。7本じゃ足りないわけだ。それが最後の1本ですので、得点された方が勝者になります。勝負に負けるとどうなるんだ。申し訳ありませんが、お答えできません。だそうだよ。では勝ち組のマッチ君に敗北の味を知ってもらうとするか。負けたことないんだろう。マッチ、君のあだ名だろ。私たちの結婚式に数年ぶりに会う友達が来るって話をしたの覚えてる？町田優希、高校時代彼女自分の名前嫌っててね。男みたいだからって。お、何を言ってる。だからついたあだ名がマッチなの。なんだと。彼女は数年前にお医者さんと結婚したんだけど、腐れ縁の彼氏と別れられないって悩んでた。嘘だ。これも作り話だって言うの。本当マッチも勝ち組だね。旦那さん、また医者だってよ。そんな、まさか。じゃあお腹の子も。私は初めから嘘なんて言ってない。マジか。ちょっと待ってくれ。あ、これは。もうやめて。こんなの。
めでとうございます。マチコ様の勝利です。これにてゲームは終了となります。お二人ともあちらへお越しください。ちょっと待て、頼む、ちょっと待ってくれ、もう一回だけ。無駄よ。何？もう全て無駄なの。マチコ、ねえ、私たちもう死んでるんでしょ。は？はい、お二人はすでに他界されています。人間は死後天国か地獄へ送られることになっています。その裁定のためにクイーン・デキムは存在しています。そして同時刻帯に亡くなったお二人のみここへお招きする決まりがあるのです。黙っていて申し訳ありませんでした。なんで出ない？え？話す気分じゃないの？貸せ！私が出てやる！ちょっとやめて！前見て！死んでる？なんでこんなことに。私はただ幸せな家庭を築きたかった、守りたかっただけなんだ。自分の子供を殺す、そんなバカな。助けてくれ、あんた神様なんだろ。私はただの最低者です。お願いだ、こんなバカな話があるはずがない。許せ、その見えすぎた芝居をやろう。芝居？俺の子じゃない。じゃあ誰の子だって言うのよ。他の誰かに決まってるだろ。かっこし、さ、あなたの言う通りよ。私にはね、他に好きな人がいるの。だって当然でしょ。誰があなたみたいな人を好きになると思う？頭悪いんじゃない？お金目当てに決まってるでしょ。お前、やっぱり全て作り話だったのか。全部嘘に決まってるじゃない、あなたの子なんて。このクソバカ。なんだこれは。もうゲームは終了しています。んなことどうでもいいんだよ、こいつを外せ。申し訳ありません、もう裁定は下っています。こいつを殴らせろ。くそ、外せ。失礼。さあ参りましょうか。こちらです。それでは行ってらっしゃいませ。